多くの選手はトップロープからの攻撃を持っている。コーナーに上がるにはコーナーの方向に左スティックを倒して丸ボタンを押すんだ。トップロープに登り、そこからアタックすることができる。丸ボタンを押しっぱなしにすればその状態で待てるから、タイミングを測って攻撃するんだ。ただあまり長くは登ってられないからな。トップロープの上から相手を挑発することもできるぞ。挑発すればブレイジングゲージが溜まることも忘れるなよ。